はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、先日ですね、ちょっと銀座にですね、まあ、友人がですね、こう誕生日祝いをしてくれたんですよね。で、ちょっと懐石料理をですね、銀座でこう食べたんですよ。新橋の方ですかね、ワクタさんっていうね、ところで、懐石料理を、ね、食べたんです、お昼。で、その時ですね、こうちょっと、まあ、びっくりしたことが、ありまして、ちょっと、後で、ね、画像をこう載せとくんですけど、お茶、皆さんお茶って行く、お茶をね、こう頼んだんですよ、お茶。で、そのお茶ってのがですね、皆さんいくらこうしたと思いますか？このお茶。で、お茶がですね、お茶で、ボトルでね、お茶がね、あるんですよ。ボトルとグラスであるんですけど、僕たちはボトルで頼んだんですね。で、皆さんいくらだと思います？まあ、1000円、2000円とか、3000円とか、こうあると思うんですけど、ちょっとこう想像してみてください。ボトルです。いくら、まあ、ワインボトルみたいな感じのことね、ちょっと想像してもらえれば、後でちょっと画像で見せますけど、で、それがですね、はい、それが、7000円。7000円なんです。で、どんなお茶なんだって思いませんか？7000円のお茶。7000円のお茶です。で、飲んでみたんですよ。そのお茶をですね。飲んでみたんですけど、苦味がなくてですね、すごいこう澄んでてまろやかなこう味がするんですよね。で、皆さんもね、ぜひね、もしちょっと機会があったらですね、それ別にボトルで頼まなくてもいいんですけど、一杯ですね、ワイングラスみたいなので一杯1500円ぐらいするんですよね。なので、でも、もしね、興味あったら、ボトルでですね、7000円ですけど、頼んでみてもね、こう、いいんじゃないかな。お昼だとね、そんなにね、まあ、その、お茶は別にして、そこの枠田さんですね、お昼だと、そんなに高くはないです。二人でなんか1万ちょっとぐらいなんですけれど、懐石料理ですね。なので、ちょっと今日、興味があったらですね、その、ワクタさん、どっかで多分ね、インターネットとかでもね、売ってるとは思うんですよね。はい。ですけど、そのワクタさんにね、飲んでみてもね、いいんじゃないかなと思います。すごくね、なんていうんですかね、苦味がなくて、こう、澄んでる。写真載せときますんでね。はい。苦味がなくて澄んでるお茶、新橋で飲みました。ぜひですね、ちょっとこう体験し、お茶好きな人はね、ちょっと体験してみてね、いいと思います。なんか、7日間ぐらいかけてね、こう抽出するらしいんですよ。抽出するらしいんですけれど、結局、その、茶葉とかね、全然は、なんていうか、入ってないんですよね、そのボトルの中に。もうなんかこう、水滴っていうのかな、なんかそういうのからこう出してるっていうかね、そういうお茶だということなんで、ぜひですね、もしご興味あればね、飲んでみていただければと思います。はい、今日もありがとうございます。一応 URL で、ね、ワクタさんの URL をコメント欄にちょっとこう貼っときますね、ホームページの方ですね。ぜひですね、よかったら行ってみてください。ありがとうございます。